花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。もうすぐクリスマスということでですね、明日イブだね。明日がイブですか。はい、ね、ね、真子さんからね、可愛いね、あのクリスマスプレゼントをいただきました。ドーナツ、美味しいんだよね。これ美味しい、バージョン、これ素晴らしいですね。ありがとうございます。先週はね、山本恭司さん、ゲストで、もうスイスからね、スイスのハニーマーティンさんからね、もう一早く山のようにクリスマスプレゼント来ましたけどもですね、なかなか最近僕そういうね思いがなくてね。なんで？いや、なんでって、いや、なかなかないんですよ、クリスマス。それでなかったんですけど、ここに来てね、嬉しいですよね。やっぱ嬉しいもんだね。そうだね、プレゼントは嬉しいね。プレゼントをね、保管するっていうのがね、そうだよね。まあ一応その浄土真宗とかあって、クリスマスはあんまり浄土真宗、いや、家がそういうクリスマスよくあったよね。いや、商売やってたからね、なかなかね、クリスマスをイルミネーションは店に飾ったりするでしょ、それはあるんですけど、家でゆっくりやるって時間がなかったのよね、商売やってたからね。だから、でもやっぱこうやってね、いただいたりすると、海外からもいただいたりするとですね、嬉しいもんですけど、今日もね、相変わらずT シャツで通しました、高橋真子さん、こんにちは。こんにちは。今年の冬はね、T シャツでね。今日暖かいよ。暖かいね。もう春じゃない？そうだね。ね。もう春だ。ね。風もなんかいい感じのね。いい感じ。昨日も気持ちよかった、すごい。気持ちよかったよね。ということでね、高橋真子さん、松下としみさん。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。なんか久しぶりにこの金玉というね、三人。滑舌を良くしないと危ないやつですね。ライブの時さ、いや、ラジオではなかなか言えないことって、ライブで俺も打ちまけちゃったね、この間。そうだね。フラットンカンティーナ行きましたけどもですね、ラジオはなかなかね、制限がありますんで、その分やっぱストレスがたまるんですね。ライブの時にもう全て打ちまけましたけどもですね。そういう規制は全部取っ払っちゃったらどうですか。ということで、ゲストの方がね、いらしてなかなか読めなかったメールもありますからね、早速松下さんの方からご紹介いただけますか。じゃあ、メールちょっとね、長い。はい、はい、ソソさんからいただきました。塚川の妖精ソソさん。はい、ちょっとごめんね、先週ね、山本恭司さんからプレゼント、バウアウのね、40周年のプレゼント、トートバッグと、そう、トートバッグとカレンダー、恭司さんが撮った写真のね、恭司君の写真を、それでね、それはね、先週のうちにまずちょっと決まりました。うん、決まりました。それでもうお送りしました。発送しました。はい。まあ当選者っていうかね、当選者の発送もカレンダーをですね、清水さんね、清水さんと、ソソさんね、それも受けてのメールをいただいてます。それは両方ともね、やっぱりちょっと事故や病気だったっていうこともあって、ちょっとみんなで話してね、決めましたけどもね。はい。ごめん。はい。いよいよ2016年、ラス前の音楽魂になりましたね。はい。今年もラジオを聞くことができ、感謝感謝です。皆様ありがとうございます。妖精ソソです。先週のゲスト山本恭司さんからの思いがけないプレゼント、サイン入りのバッグが届きました。今日はクリスマスイブ、プレゼントを大事に使わせていただきます。ありがとうございました。私は関節リウマチとシェーングレーン症候群、それから繊維筋痛症などを抱えていますが、心は元気だと思っていましたが、今回の関節、股関節の骨の壊死には、暗闇を手探りで歩いて絶望という断崖を見た気がしました。手術をした日、痛いと、涙する私の左手をずっと握ってくれた金ちゃんに支えられながら、人のぬくもりほど心を癒してくれるものはない
のだなと改めて感じました、そして皆様からの温かいお見舞いのお言葉、とうとうに感謝し、ここに御礼申し上げます、ありがとうございました。おかげさまで28日水曜日に退院が決まりました、おめでとうございます、よかった ね、まだまだ通常の生活はできませんが、一歩前進です、長い分になりました。せっかくのイブイブです、盛り上がるミュージックで、にぎやかに、歳末大売り出し行ってみよう。行ってみよう。大売り出しね。大売り出しということでした。ソソさんね、ありがとうございました。ソソさんからもチクフブルス来てたよね。ちょっとね。それそれと他のチクフ方いらっしゃいますか。じゃあ続いてね。今日はこれね、先週前回の京次さんのファンの方だと思いますけど、想定外の体験をさせていただきありがとうございました、まさかスタジオ内で見学できるなんて、とてつもないひとときでした、山本京次さんの音楽と出会ったのは40年前、当時はとっても、遠い存在でした、それが今日は50センチほどの距離に手が届くところでギターを奏でていらっしゃるのに、どこか遠くの方から聞こえてくるような不思議な感覚の中でぐいぐいと迫ってくる演奏に心を奪われました。カナオさん、握手をしてくださいましてありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。せっかく握手をしていただいたのに、あまりの素晴らしい空間にずっと緊張して動悸が止まりませんでした。誠さん、本番前に廊下で声をかけてしまいすみませんでした。とんでもない。京次さんとのイマジン素晴らしかったです。ありがとう。としみさんを交えての4人のハーモニーも美しく迫力があり、スタジオの空気が震えていました。多分こんな経験はもう一生できないと思います。最近はなかなかライブに行けないダメダメな私ですが、こんな素晴らしいひとときを本当にありがとうございました。ミキコさん、ミキコさん、ね、後ろで座って見てらっしゃる、ね、そうでした、ありがとうございます。その日のうちにね、メールくれたんですね、興奮状態がまだ冷めやらぬ印象で、そうですか、ね、実はね、そのゲストの方が特にねいらっしゃる時っていうのは、もちろんファンの方もいらっしゃるんだけども、結局やっぱゲストの方ってかなりナーバスだったりとか、デリケートなものなので、誰でもいらっしゃる方をね、すぐこの中に招き入れるっていうことはどうかなと思っていつもいるんですよ。でそういう、打ち合わせはしないけども、そういうことだけは気をつけててね。でもね、やっぱりね、ああやってね、こう、外で、こう、ポツッとね、聞いていらっしゃるのを見ながら、ちょっと話とかしてるでしょ。そしてやっぱりゲストの方のやっぱり器量というかね、おそらくその京次さんだったらもういきなりそこでお客さんも入れてもね、問題ないっていう風なことが分かった時点ですぐ入れるんですよ、僕。なるほどね。他の方もそうなんだけども、でも一緒にそこでね、経験していただけるっていうのはね、なかなか遠くから足を運んでね、くださったわけですから、いい思い出になると思うんですよね。そうですね。だからそういう気遣いはね、僕は割としながらやってるつもりで、誰でも彼でも気遣いの人ですから、金は使わないけど気を使う、金は使わないけど気を使う円はないけどドルはあるって、そうそう、面白かったねやっぱ教授君もさ、あれだよね、俺たちぐらいの年になると、ダジャレっていうか親父ギャグみたいな、ね、親父ギャグに入ってるね結構入ってました、ね、いやでもね、素敵なね、人だと思った、ね、びっくりした、物腰柔らかくてね、優しいし ね、今日もブルームードを盛り上がってほしいですね。今日だね、そうかそうかそうか、早くからね、ということでね、ちょっとじゃあ曲いきますか。ソソさんのリクエストでチクオブルスいきますか。ね、そうだね、先週ね、いいですか、はい、いや、いきますか、これ、朝のない夜はない、叶わない夢はない、そう信じて生きてきた、絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。
人たちも手を握る日が来るさ、いつもそう信じて生きてきた。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。なんでこんなさ昼間から俺たちはやってんだろうみたいなね、外で笑われましたけどもですね、あの中で歌ってるって分からずに通る人もいるかも ね、 外でちょっと流れてるんですけどもですね、あの早速ね、あ今日はね、あの久しぶりにあのチャーリー佐藤さん、あのおいでくださいました。どうもどうもこんにちは。どうもどうも。動きがどうも、いやいや先週はあもう読み忘れてすいません、ファックスね、浄土宗の柴又大釈天の、うん、何を言ってる大釈天の浄土宗浄土真宗です ね、 あね佐藤さんもね、今日佐藤さんのリクエストもね、あの後でお読みしたいと思いますけど、今日は素敵なあのご婦人とご一緒になんですが、ちょっと喉痛めてて、本当、ええ、声が出ないんで、あ本当、ええ、顔だけで勘弁してください。テスさんね、あの歌うまいのよ、フィリピンの方なんだけど、そうですね、あのねこの後あの歌ちょっと聞いたんだけど、フィリピンの方ってやっぱ、うん、もちろん英語の歌うまいんだけど、ね、英語圏ですからね、でもね日本語もまたね素晴らしいのよ。結局歌を歌うことと携帯をいじること以外に向こうじゃやることないんですよね。まあそういうわけでもないんだろうけど、今日佐藤さんマネージャーみたいな感じで、ね、赤シャツくん、ね、金尾さんが髪を切って松下さんが髪を切ったのかなっていう雰囲気ですね。あえそうそうそう、切りました。しばらくね会ってなかった。もうだいぶね、うん、僕も自分で切りましたけど、実は私あの先週、うん、あの自転車にぶつけられまして、うそうそ、それでなんてことなくて普通に立ってたら、何が悔しいんだかそいつに殴られて、なんでえで殴られたのも大したことないんで、うん、そのままほっといたら、うん、後ろから今度後頭部ガンガン殴ってきたんで、若者が、何なんですか、それでそのまま誰かが通報してお巡りさん来て、うん、
そうなの？なんで倒れてないのなんつ言われて。そっち倒れないよね、それぐらいじゃね。俺が悔しかったのかな。いや、倒れてれば、うん、お巡りさんもタッチできると。うん。うん、私がだから被害届を出すまでは捜査ができない。なるほどね。倒れてるとか血が出てるとその場でできるっつってね。ああ、だから今最近そういう感じでしか人が動かないよね。そんなもんでね、ちょっと頑丈すぎて困っちゃったなと。うん、でも結構コブがね 5,6 個できてましたね。本当。それでもこの年末でみんな調子が悪くなって、そうだよね。いらなくなってんのかな。うん、やっぱここはね、一つ前に一物、背中に荷物ね。心に余裕とかね。ほら出た。ああ、もういい。何。わけわけない。いや、でも無事でよかったよね、でもね。そうですね。でもまだ痛いですけどね。本当、ええ、いや、でもやっぱり最近なんか、ちょっといろいろ狂ってきてるよね。狂ってますね。で、私も本当だったらやり返すとこなんですけど、うん、関係各省から止められてるんで。そうそう。あなたはちょっと止められ。それは素晴らしいよ。で、検察と検察と裁判所から止められてるんですよ。うん、次は許さんぞと。何のこと言ってるかな。ということでね、ファックス行きましょう。あ、まあよろしく楽しんでください。はい、はい、ファックス行きましょうか。はい、カナオさん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、はいはい、少し早いメリークリスマス。うん、あ、大切な方を忘れていました。はい、毎回音楽魂の動画を撮っていただいています。キキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。メリークリスマス。今日は二日酔いだよね。じゃあバラさなくていいので。今年も残り、8日間1年間振り返ると、はい、山あり谷ありいかがでしたか。はいはい、本日は金玉とのこと、カナオさん、誠さん、としみさんの今年一番心に残ったことを聞いてみたいですね。はい、できましたら一言ずつお願いいたします。私は転落したことですね。そしてたくさんの素敵なゲスト出場もあり、あ、友達の輪も広がり、素敵な音楽番組だと思います。うん、来年も幸せを振りまいてください。はい、リクエストは選びきれないのでお任せします。はい、そして人の優しさに触れることができました。ありがとうございます。うん、だいぶ回復してきました。全開しましたらライブにお邪魔させていただきます。うん、清水佳代子さん、ありがとうございます。全開したらね、ちょっとお祝いしましょうよね。うん、一言ずつ今年のなんか出来事、出来事、うん、印象に残った印象に残ったこと、ね、今年一年って、僕はね、やっぱり、うん、なんていうかな、まあ、この5年間っていろんなことがあったんですけど、うん、そのかなり一生の中ではいろいろ別れもあったし、うん、出会いもあったんですけども、今のね、出会いっていうのは、うん、ひょっとしたらその40年近く前にデビューしましたよね。うん、その頃から見てね、うん、案外今の出会いって一番いいかもしれないと思って、その音楽に関しても、うん、いろんな部分でもね、うん、失ったものはいっぱいありますけど、うん、今の出会いがすごく良くて、特に今年はね、いろんな方と、まあ、もちろんミュージシャンの方もそうだし、うん、いろんな方と出会ったっていうことが一番印象に残ってますね。うん、松下さんはいかがですか。今年1年、うん、なんかね、今年1年何があって思い出せないんだけど、はい、昨日の飯すら覚えてないっていうのなんだろう。一番でもね、私、大野恵里さんの歌にはなんかこう、あ、この番組で言うとね、もうかっこよかった。大野恵里さんの歌はやっぱりもうすごいよね。ジャズシンガーで、ね、似てるよね。あんなね、貫禄が違う。うん、だからちょっと違うよね。そう、それと、その大野さんとか、うんうん、丸山恵子さんとか ね、 もう昔から聞いてた、どうぞこのままとか、うんうん、そういう方にお会いできたのが一番嬉しかった。うん、やっぱり出会いになりますかね。うん、よかったです。出会いですね、やっぱり ね、 ですね。高橋誠さんはいかがでしょう。私はもう毎日が幸せで。それが歯がいいわけ。俺もそれがものすごい歯がいいわけよね。歯がいいっておかしい。いや、でもそんなことないけど。もうだから何がいいって、もう毎日楽しいです。もう朝起きて嬉しいなって。本当、うん、そうなんだ。今日も絶好調って言うでしょ。今日も絶好調だもんね。朝起きて言うの、声にして、ね、声にして言うんだ、誠さん。健康法、健康法でもない。いや、でもさ、ね、本当に嬉しいんだよね。朝、あ、起きれた。あ、でも、朝起きれただけで素晴らしいよね。なるほど、ね。またこの素晴らしい世界で今日一日過ごせるっていうのは最高ですよ。ああ、それがやっぱり素晴らしいよね。最高だから、もう
今日が一番いいよね、やっぱり。毎日ね。うん。昨日、僕もそう思う。あの、今しかない感じがするよね。うん、なんか、もう明日のことなんか分かんないし。明日はもっと。昨日はもう忘れてるでしょ。昨日忘れてるもん、俺、昨日のことない。まあ、ということでね、としみさん、ちょっとなんか歌ってみる？としみさん。あの、どうしようか。あの、桜の歌っていうのはあるね。あの、すごい暗い歌と、暗い歌、ちょっとコケティッシュの面白い歌と、2曲あります。桜の歌、ちょっと歌いましょう。これは、あれですよね。絶望的になった歌で、そうね。この時期、ほら、多いじゃないですか。その死にたいとか、こう、飛び込みたいとか。そういう人は、一回歌で死んじゃって、もうそんなこと考えないで一から生き直そうっていう歌です。これは実話ですよね。中西玲さんが、中西玲さんの曲なんですよね。あの曲に三木たかしさんがつけた曲で、とっても暗いんだけど、中西玲さんがどん底に落ちた時に、この歌で一回俺は死んだって、こう遺書なんですって、自分に当てた、なので葬った歌でっていう、あの、その考え方すごいね。私はね、それに共感して、そうそうそう、そう、だって誰でも一回ぐらい死んでみたいとか思う時があるじゃない。毎日死んでるからそうだよね、体力使い。でもこれなかなかね、あの、深いでしょ、深いでしょ。ひばりさんとかもこれ歌われたんだけどね。そうそうそう、それで、もうね、美空ひばりさんにこれを歌ってほしいって言われ、最初行った時断られたんだって。やっぱ暗いからね。でも、あの、その話を聞いて、あの、オッケーしたんですって。これはもう究極なポジティブかもしれない、ね。そう、そうなの。そういうことよ。そういうことよ。そういうことよね。はいはい。はいはい。答え
て。はい、松下さん、桜の歌って低かったね、これ、ごめん。で最後が出なかったよ、出なかった、悔しい。最後の出までなんかやってなかったね。で初めてね、こんな歌を歌いましたけど、でもね、この歌ね、笑っちゃうほど暗いな、暗いでしょ。でも、まあ、ポジティブな歌として受け止めてほしいです、ね、そうですよね、勝利はしてない、これをあマイクしましょうか。嫌だなこの出が出なかったのは。いやいやでもいいんじゃないですかね。うん、そのね素敵、そういう意味では暗い歌というか、そういう、そのエピソードがあってね、そういう風に、一回自分をこう殺したっていうか死んじゃうっていう、ね、死んだっていうことでね、素晴らしいと思うよ。それはそれなりにね、うん。でもこれ、なかなか、売れないというか、大変だったみたいね、これ。あのね、このタイトルを、これをドラマにしたんですよね。久世さんか誰かがね、確か。それで、そういうエピソード、これ、桜の歌を聴いて、ドラマにしたっていう話がありますから。ああ、そうなんだ。これあれでしょ、曲は誰が、曲は三木たかしさん、三木たかしさんが泣きながら歌ったんだって。そう最初ね、なんか泣きながら歌ってたら、そしたらもう真っ暗になってるそれ真っ暗になるわで、それでそれをひばりさんが歌った時は笑いながら、なんかね、こう大きく受け止めて、ちょっと微笑みを浮かべながら歌ったのが、もうものすごく感動的でね、さすがにもううまかったっていうエピソード。やっぱり違うんだね、いろいろね、そうです、キャリアが知らない人知らない人外もね、人が通り過ぎたんですけど、今日もね本当来ていただいてありがとうございます、ね、っていう、で孫さんなんか、孫さんは、いきますか、ハッピーな歌、ハッピーな歌、じゃあハッピーな歌いきますか。でも、いきますか、なんか、これいっちゃいますか、それ最後に行きたいね、なんか、あ、そう、ほんと、いやでもまあ行きますか、いいよ、クリスマスの、うん、せっかくですから ね、クリスマス、クリスマスの歌ですか、クリスマスの歌です。おう、 So this is Christmas And what have you done Another year over And a new one just beginI hope you have fun The new and the dear one The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope it's a good oneFor weak and for strong For rich and poor The world is so wrong And so happy Christmas For black and for white For yellow and red one Let's all the fight A veryMerry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. So much love without end. So this is Christmas. And so happy Christmas
is over now. 間違えた。今日みんなどこで入るんだっけとか思っちゃってしまいました。はい。いや、そこ違う。そこ違う。そこ違う。違うよ。もう楽しい楽しい、この生放送はね、こんな風にして今年最後じゃないよね、うん、今年はね、来週30日になります。30日のゲストは、コージー大内くんですよね。あー、コージーくんがね、北弁ブルースというコージー大内さんですけど ね、今年最後になるっていうのはいいですよね、コージーくんも ね今年の鳥を飾る鳥は工事北弁で九州弁で締めくくろうということになりますけどもですね、ちょっとね、ミキさんからも、ミキさん来ましたか。じゃあミキさん、ね、ご紹介してください。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、はい、山田ディレクター、こんにちは、はい、先週の山本教授さんがゲストの放送楽しかったですね、うん、個人的にも実は鮮明に覚えていたビーパップアルーラの件は、周りに体験者がいないためにだんだん自信がなくなってきたので確認できてよかったです。笑いを取ろうとして耳がおかしくなったことはしつこく繰り返しましたけど、そんでその放送の中で思いを寄せたことがあります、うん、番組の中で教授さんが小泉役も、うん、ラフカディオハーンのことを末裔ではヘルンさんと呼ぶって言ってましたよね、うんうん、それで思い出したのは明治時代には2種類の英語があったって話です、うん、一つは書生英語です、うん、これは学者さんたちが文章を読みながら考えた英語で、例えば、うん、白ならホワイト、赤ならレッド、うん、と実際には聞こえない語尾をはっきり言う発音ですね、うん、これはまず通用しません。これに対して読み書きができなかった人力車の、車夫、車、うん、車夫の間で話されてたのが車や英語です。これは耳に聞こえてくる発音をそのまま出した英語です。あ、これだと、その方が近いんだろうね、白は Y、 赤は RE と発音していたそうです。どっちが通用するかは言わな、言わずもがなですよね。ごめんなさい。言わずもがな。ね。はい。マイコーも音楽、音声学上、マイコーね、うん。L、O と一緒で、最後に O の形に口を、舌をつけると良いです。マイコー。R は W と一緒で、口を尖らか堅舌するんですね。発音すると良いです、うん、車や英語が続いてたら、うん、今頃日本人はもっと英語が得意だったかもしれませんね。うん、ね、すみません、長々と。それは今日も楽しみます、うん、ね、初めて車や英語って、それは初めて、すごいね、うん、リクエスト、カナオさん、うん、Hold me tight on your side だけど何でも OK、うん、誠さん、今日準備があれば、はい、Across the Universe、あとこの間のマイコマイコそれあったな、ごめん、マイコつながりで今度マイケル・フランクスのアントニオの歌をお願いします。ああ、マイケル・フランクス、アントニオ、これ私が歌ってましたね、昔ね、はい、としみさん、骨まで愛して、だけどいつも通り何でも OK です、うん、PS、 誠さん、おととい BB ケンちゃんに行ったら、はい、誠さんともケンちゃんはお会いしてたそうですよ。ダンシングオンライトがヒットする前くらいに、うんうん、80s ファクトリーでのライブの前に、うん、メンバー全員で、入れられたロックがかかるお店入られた、はい、パッションで当時カヤってバンドでギターを弾いてたケンちゃんが接客したそうです。あ、そうでしたか。これで全員とつながってることが分かったんで、うん、今度は全員参加で博多に来てくださいね呼んでくださいよ ね、 ね、ケンちゃんってね、ライブハウスでやらせてもらったの、うん、この前にいた時、ちょっとアイドルっぽい顔ね、かわいい、そうそう、それでカヤっていうバンドを作ってて、 そこのギターで、うん、そのケンちゃんってそのお店がの僕はオーナーだと知らなかったのよ、そのギターの僕知ってる人が、うんうんうん、ほんで店入ったら、うん、みたいな感じになっちゃって、だから、うん、昔からだからあのポピュラーソングコンテストってあって、山の、うんうん、1回だけ僕出たことあるんだけども、うんうん、その時確かね同じぐらいだったのね、そのバンドとね、だからいろいろバンドやってる人たちがお店やったりとかっていう、うん、また多いですね、出会ったりしてね、うん、ありがたいなと思いますけどもですね、
そういう感じですか。ミキ、うん、さん、ね、勉強になったね。なんかね、英語。車屋英語って。車屋英語。車屋英語って。今まで生きてきて初めて聞いた言葉。聞いた通りのね。その方がいいよね。その方がね。そう。近いんじゃない、ね、やっぱ英語見ちゃうと読んじゃうもんね。読んじゃいますよね。うん、だから矢沢じゃないけど、ラジオって誰が言い出したんだよ。ラジオって最初から言ってくれっていう話。ラジオ。矢沢永吉さんの言葉。あ、そうですか。ラジオってなんだよ。ラジオでは通用しない、うん、最初からラジオって言ってくれりゃよかったのにっていう。いや、さすがやっぱり矢沢さん、ね、矢沢さんね、うん、やっぱかっこいい、ね、いいですよね、かっこいいっていうか、うん、ということで、なんか歌えますか。リクエストはでも何でも OK っていうのが出てるので、オービタイト好きなの。じゃあ、あのオニオサイドとかやってみますかね。急に急に来るね。急にオニオサイドかホールミータイトでね、ミキさんの。オーミータイト。オニオサイド。オーミータイトはね、もうちょっとね、うん、練り直したい。あれちょっと結構コーラスとかバチッと入れてやればいいかもしれない。明るいもんね、あれ、うん。その方がいいのか。どっちがいい。うん。どっちでも。はい。オニオサイドいきますか。オニオサイド。これはあの娘。の歌ですね、うん、娘の歌とか父の歌とか母の歌はないんですよね。母の歌はなんでないですか。あのね、なんかそういう雰囲気じゃないんですよ、母は。そんなことないか。まあそのうちに。On your side,
Your Side という、うん、曲をお届けしましたけども、誰かが好きになってもいいのさっていうのは嘘ですよ。ね、許さないこともあるよね。いや、そんなことないですね。という感じでね、あっという間に、この1年も早かったですよね。1週間も早いですけどもですね。どんどん早くなって、ね、本当に1年間お世話になりましたと言いつつまた来週もあるんですけどもですね、素敵なクリスマスをね皆さんお迎えいただきたいと思いますけどもですね、はい、なんか松下さんメールやってる場合です か、歌いますか。いやいや、ちょっと蕎麦屋行きますか。いやいや、そっちでちょっとなんか、何を言い合ってるんですか。いや、まだ来ましたよ。そうなの、ま、そこ、はい、すいません、どんどん来るね。どんどん来ますよ。はい、それ今来ました。これ今来ましたけど、はい、加納義郎音楽魂様、はい、これ源さんも中原さん、広島から聞いとるよ、うん、今晩のライブも頑張らせ。これいつの2013年、これなんで13年か、これが間違えてる私か、すいません、はい、2013年、なんだこれ、うん、ごめんなさい、はい、何もなかったです何、ラジオ生放送やってるんですから失礼しました、あんまり遊ばないでください。いやいやいや、失礼しました。行きますか。あれでも誠さんのあれはいいの、ミキさんの、うん、ミキさんなんかごめんね、あれリクエスト持ってきてない、またにします。それはね、ぜひ、はい、アクロスユニバース、いい歌だもんね、あなたね、ごめんね、そうか、前にね、うん、いただいてたんだよね。今日はもうすっかりクリスマスの用意しかしてこなかったんでそうよ、サルベラ行きますか、じゃあ、はい、ね、今日なんか楽しいからカントリーチックで、ね、ね、声が出るかね、行きますか、べっぴんさん。皆さんのそばはいかが、おなじみチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラそば屋でござる。お参拝一ご機嫌、ほら危ない千鳥足、さて東京名物はおなじみチャルメラ娘、新宿浅草上野新橋ガラガラ流すよ屋台のチャルメラそば屋でござる。間違えた、はい、お蕎麦屋じゃない、お蕎麦屋、お蕎麦なんだけど蕎麦屋って、蕎麦屋ってなんで、ね、あ、俺が言ったからね、蕎麦屋行こうかとか言ってそれにお蕎麦が出てくると、あの雰囲気が出るかもしれません。でもさ、これさ、年越し蕎麦でこのクリスマスの次はちょっと歌詞ある、うん、あります。これって、1950年代ぐらいの歌なんだけど、これ詩をさ今見てたら、うんうん、2番の詩、
おっさんパイイチご機嫌。おっさんパイイチ。パイイチって、あのね、芸能用語。芸能用語がここ出てきてんだよ、もうその時から。そうなの。パイイチって一杯。パイ一杯。パイイチ。パイイチ。ああ、うん、そういうことか。ゲーマンディーマン。一杯ご機嫌。ほら危ない千鳥足って出るんだけど、パイイチっていうね。パイイチって一杯。この時逆に逆さま用語ね。これもう昔からそういう不調があったんだね。いやだからバンドマン用語ってその当時、まあ、ひばりさんのバンドをやってたほらあのあ、なんだっけ、うん、なんとかボーイズ川原なんとかボーイズって言ったじゃん。川なんとか春久、うん、川田さんの、うん、バンド言ったじゃん。だからあのほらこれね、多分パイイチとかあったんだね。これあの日本語に訳した時にミュージシャンが訳したんじゃないかきっとね。きっとそうだよね。日本語訳でパイイチってそう入ってんだねこれ、うん、この当時からバンドマン用語使ってたっていうことね、うん、すごいよね、うん、これ面白いよね、うん、でもこれそうそうそうカントリー調でね面白いですね、うん、そういう感じでね松下と清水さん、はい、あのなんか今日もうボロ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 ですか。自信なくなりました。 松下さんなんかと宣伝があるんじゃないですか。 なんかあ、うん、ね1月なんですけど、うん、あの毎度おきにねあの川中美幸さんのお店で、うん、川中美幸さんのとこ、はい、あの丸山恵子さんが新年会をやります。新年会っていうか新年会新年ライブパーティーライブパーティー、ライブパーティーですね。あとね、うん、7組ぐらいは入れると思います。本当丸山恵子さん、うん、どうぞこのまま、この番組にもねあの来ていただきましたけども、はい、佐藤玲君もね一緒に、はい、でそれちょっと先ですけど、うん、これちょっと持ってきました。フライヤー型ので、うん、北俊介、はい、引き入るブルースカンパニーがまたやります。1月26日ブルームード1月26日ブルームード、はい、はい、菊田俊介、はい、で1月の頭にねゲストに呼んでいただくということでね。そうそう、1月早々ですね、1月6日のゲストがあのブルースの菊田俊介さんですね、はい、この間見てたら もちろん B.B. キングなんかも一緒にねやられてて、あのココテーラーのギターをずっとやってたんだけど、あのジョン・メイオールとかともね、おすごいね、ジャカルタで会って写真撮ってたね、うん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 、ブリティッシュブルースのね、うん、昨日おとといかな、うん、中国あの行って帰ってきてね、中国ツアーっていうか、そうこの間中国行ってたんだけど、中国大変だったねなんかね、空気がね、空気がね、日本は空気がやっぱ綺麗だった、そう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 、すごいスモッあの 2.5 うん、結構大変だったけどね、うん、はい、ということでまた北俊介さんですね、1月26日ブルームード、1月27日はどこですか、ね、27日はね、茨城県初めて行きます。ひたちなか市、ひたちなか市、はい、ストーミーマンデー、ストーミーマンデーっていうとこあるんだ、あります。28日が3日連チャンね、で連チャンですね、3 days で、28があの大船の金尾さんも前ハニービーハニービー、ハニービーで、はい、1月28日、菊田俊介率いるブルースカンパニーですね、はい、お楽しみいただきたいと思います。よろしく、お願いいたします。丸山さんちょっともう一回見せて、はい、丸山さんがライブ1月8日ですねこれね、17時半、お食事、お食事付きですねこれ。そうです、豚玉、あの豚玉ってお好み焼きですね。お好み焼き屋さん、うん、あの神奈川美幸さんのお店ですね、あの僕も何度も、お邪魔しますが、お好み焼きを食べながらお二人空いてたらぜひ遊びに来てください、ね、ということで、これお食事付きワンドリンク付きで6,000円。そうです、あこれ、うん、でも手頃じゃないですか、いいですね、新年会としては、丸山恵子さん、佐藤玲君、それで、岡野美和子さ さんはあのラジオのね、ラジオのパーソナリティーですね、と、いうことでね、1月8日ということで、なりましたが、ちょっと慌ただしくね、あの、はい、すいません、あの最後じゃあ不良中年佐藤さん今日いらっしゃってるんで、不良中年、不良中年のおすすめ大会をやる、おすすめ大会、おすすめ大会ちょっと不良中年巻きいきましたね、いきますか、おすすめ大会いきますよ僕から、はいはい、ワン・ツー・スリー・フォー、なー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 、
はい、See you next time。 また来週お会いいたしましょう。 Thank you。 Thank you。 泡が流れてる思い出が流れる辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない人の心が好きさ不口の山に見る A river inside my hometown 季節は巡り